はい、こんにちは、こんばんは。今回は、タイラップ、インシュロックとかをですね、容易に面ピタに切れるですね、ニッパーの方を紹介したいと思います。タミヤのですね、精密ニッパーナンバーワンってやつなんですけれども、こちらがですね、切り心地、非常に、良好でございます。刃の先っぽがですね、結構薄刃になっていてですね、さらにですね、フラットになっておりますので、容易にインシュロックを面ピタで切断することが可能です。まあ面ピタにね、切れると、まあ手引っ掛けてね、切ることもありませんので、安全かと思います。まあ早速ですね、いらないインシュロックをインナーチューブに巻きましたんで切っていきます。パチンっていうよりですね、パソンって、すごい簡単に切れます。切り心地もね、非常に気持ちいいですね。グッと押さえつけなくてもですね、もうほぼほぼっていうか、もう完璧に面ピタに切れますんで、インシュロック、タイラップ切るときにですね、これ一つ持っておくと、非常に便利なんじゃないかなと思います。こんな感じの切り心地ですね。まあ気合い入れなくても結構面ピタに切れて、非常に気持ちいいニッパーですね。まあ、定価で2300円ぐらいですね。ヨドバシで1990円ぐらいで、アマゾンで1800いくらで売ってますので、アマゾンが一番安いかもしれないですね。まあ、下の方にリンク貼っておきますので、まあね、ちょっと参考にしてみてください。よろしくお願いいたします。